ではですね、今日はクリエイティブワークショップの第1弾としまして、ローランド株式会社の社内サークルアームモノロゴ様にご協力をいただきまして、ペットボトルでオルガンを作ろうを開催してまいります。さあ、ではここからマイクをバトンタッチいたしますので、どうぞよろしくお願いします。皆さん、こんにちは。今日は、ペットボトルでオルガンを作ろう、トンホイルオルガンというオルガンなんですけど、これを作ろうというワークショップがあります。アールモノラボと言います。じゃあどんな人たちなのかを紹介します。僕たちは、会社の部活です。部活って言ってもこれ野球部じゃないです。実際どんな部活かというと、ローランド株式会社っていう、ざっくり言うと電子楽器を作っているメーカーです。ローランドをしている人手を挙げて。ちょっと少ない、覚えていってください。名前だけでも覚えててください。ローランド株式会社って言います。ざっくり言うと電子楽器を作ってるメーカーで、浜松にあるんですよ。知ってました？はい。僕たちの部活ですけど、本業ではシンセサイザー、電子ドラム、電子ピアノ、あとギターのエフェクターですね。エフェクターっていうのはギターを弾いてる時に足元にあってガッと弾くとペローンっていう音がギャーンってなる、あれですね。そんなものを作っております。で、アールモノラボ、僕たちですけど、電子工作や、アプリなど分野を特定せずに作りたいものを作ろうをモットーとしたものづくりの同好会です。なんでね、仕事が終わった放課後に集まっては怪しいものを作ってます。で、5年くらい活動してて、部員は、20名です。今ね、ちょっと増えて25名くらいになってます。はい。じゃあどんなものを作ってるか、ちょっと作品を、ね、紹介しますね。今日のオルガン以外にもいろんなものを作ってるので、ちょっと見ていってください。まずこれです。リコーダーパイプオルガン。これはリコーダーで作ったパイプオルガンなんですね。皆さん、パイプオルガンっていうのはご存知ですね。アクトシティの方にある、あの大きいね、あれパイプオルガンですか。あれってどれくらいの値段がするか知ってますか？お母さん、パイプオルガンの値段3000万。安いので3000万くらいです。で、アクトシーンのやつなんかで数十億するような、何千万か何億円もします。でもパイプオルガン欲しいですよね。そこで我々考えました。リコーダーでパイプオルガンを作ればめちゃくちゃコストダウンできるんじゃないかと。数万円で作ってしまいました。じゃあどんな楽器なのか見てみてください。空気が入る。ギューってホースを取って、ここに、ね、空気が溜まる。現場を引くと鳴る。非常にシンプルな構造。以上です。シンプルですね。はい。主な特徴をちょっと紹介します。9個のリコーダーがあるので9個の音を鳴らすことができます。弾いたリコーダーが光ります。ミディという端子を通していますので自動で演奏することもできます。世界最小 A4 サイズ鍵盤付きのパイプオルガンでございます。モダンなミニマムデザインに加えて、こうやってオプションのケースを付けることでクラシカルなデザインにもなります。さらにですね、調光機能を備えたおしゃれなイルミネーションによって、あなたの部屋にもベストマッチと。おしゃれですね。これで夢だったリコーダーをですね、数億円するリコーダーを部屋で弾くことができます。わあ、すごい、なんてすごいんだ。はい、いや、そこまでできた。はい、さっきはね、9本しかなかったんだけど、横にさらに13本のオプションを加えることによって、より多くの、ね、音を鳴らすことができます。この鍵盤ユニットと比べることによって、黒鍵や低音パートを増強することによって、2オクターブの、ね、音域をカバー、夢だったバッハのトッカータとフーカーを、ね、演奏することができます。この荘厳なハイコロガの響き、どうですか？そしてパカ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 というこのそれぞれの音も可愛いですよね。足で飛んでるんですから、音符の音もすると。で、無駄に光るテクノロジー要素、ローランドの、ね、伝統でございます。そして微妙に不安定なピッチ、
独自の魅力を備えた人力とアコースティックと電子よりハイブリッドパイプオルガンでした。ありがとうございます、はい、まあこれはパイプオルガンなんですけど、今日作るのは東方色のガンというオルガンです。これちょっと説明しますね。まあ、我々そんな感じで5年で約40のプロダクトを次々と発表しております。で、今日の問題はペットボトルで東方色オルガンを作ろうということで、皆さんオルガンにはね、あのパイプオルガンとか東方色オルガンとかいくつか種類があるので、その説明をしたいと思います。はい、まず有名なパイプオルガン。パイプオルガンね、さっきあのリコーダーでやりましたけど、あの圧力をかけたら空気をね、このはビューってパイプを鳴らすっていう仕組みですね。でこれはね、紀元前からとてもあの古い楽器でございます。まあ、オルガンといえば海外ではパイプオルガンのこと。で、さっき言ったみたいにパイプオルガンはとにかくでかくて値段が高い。だからみんなね、例えば小学校の教室なんかで置くことできないじゃないですか。そこで発明されたのがリードオルガンです。このリードオルガンはね、昔の教室にあった足踏みオルガンですね。そちらのあのお父さんとかお母さん、リードオルガンご存知ですか？どうですか？昔学校にこういうのあったよっていう。そうですよね。これってあの昔のあの教室なんかではピアノが、電子ピアノが普及する前はこんなオルガンがありました。で、足でね、空気を送ることによってこのハーモニカのリードと言われるね、金属片をして音を鳴らします。なんでパイプオルガンとはちょっと違って、どっちかというと鍵盤ハーモニカに近いような音がします。ちょっと聞いてみてください。こんな可愛い音が鳴りますね。これね、あの荒井町にありますあの本物の足踏みオルガンですね。ただであの弾くことができるっていうので聞いてきました。はい、で次がですね、トーンホイールオルガンです。で、あのリードオルガンっていうのはそのリードを使って鳴らしてるんですけど、別の方法でホストダウンしたのがこの東洋ホイールオルガンです。これは1935年だから約100年近く前ですね、ローレンス・ハモンドさんという、まあ、ハモンドオルガンを作ったね、ハモンドさんという人が発明しました。で、パイプオルガンのパイプの代わりにこの東洋ホイールっていう歯車をですね、回転させてキューンっていう音をあのパイプの代わりにしたんですね。それで、オルガンを作っちゃったという電気オルガンって言うんですけど、ハモンドオルガンです。でこれが一般的に言われるその電気オルガンのね、ハモンドオルガンの音になりますけど、60年代70年代あたりでジャズとかロックで大変使われまして、あのすごく有名なあのロックのバンドとかが弾いてるピアノオルガンの音っていうのはこの東方オルガンの音なんですね。はい、ペットボトルで東方オルガンを作ろうという仕組みです。まず歯車を、ね、作るのが大変なんで、歯車の代わりにホッチキスの針を使います。そのホッチキスの針の数で、ね、やっていきます。で、オクターブで歯車の数は倍になります。低いところは歯車が少ない、高いところうーっていうのは歯車が多い。だから高い音になるほど針の、ね、数を増やしてくれるホッチキスをね、歯車の数だけホッチキスの針をどんどん打っていきます。はい、で実際にね、作ったらこんな感じの音を演奏できます。どうですか、さっきのオルガンと比べるとちょっとね、500円くらいに見えますけど、でも、歴史としては東方色オルガンでございます。これは実際作ってもらうことで、音の仕組みを学んでもらって、あ、オルガンってこうやってなってるんだっていうことをね、ちょっと勉強していただけたらと思います。じゃあ、ここから早速作っていきたいと思います。
じゃないと思ったら自分で出てきますので、1番から1番からそろーっと出て行くよ。Okay.